4番山崎大輝がマークで、短期3番岡崎翔吾もこの山口浦の動きを見ながらです。残り2周を切って突っ張った7番鈴木光大、3番岡崎翔吾切り替えて5番手、2番山口龍也6番手となっています。4車ラインで7番鈴木光大の突っ張り、1番永井大輝、そして5番須藤直道、6番手となった2番山口龍也が踏み上げ開始で4コーナー手前から一気に前へと進出していきました。西日本を2人で叩いて2番山口の先行、4番山崎大輝が番手の位置、叩かれた関東勢7番鈴木光大3番手、二の足の準備になりそうですが、2番 山口龍也果敢な先行策、車間を空けて4番山崎大輝、関東勢3番手伸びはどうか、7番鈴木光大2センター踏み上げを始めるが、2番の山口、4番山崎、外から7番鈴木光大のショートまくり、連れて1番の永井大輝、あるいは6番乾も突っ込んで後輪、7番鈴木光大3番手ショートまくりで差し切り勝ち。